思考塾ビジネススクール第1期生の岩間瑞希です。私この田中社長のセミナーに参加させていただきまして、いろんなことを学ばさせていただきました。はじめ私起業を今年起業したてなんですけども、なかなか知識、経営の知識とか営業の知識というところを不足していました。そこを補いたいと思いましてこちら参加させていただいたんですけども、まずその非常に幅広いことを学ばさせていただきました。経営者の視点、経営者で必要な考え方ですね、戦略であったりミッション、ビジョンといったところから、もう営業マン、営業マンがどうやったらお客さんと話したらいいか、コンサルタント、お客さんに満足していただくにはどうしたらいいかっていう考え方から、言葉の使い方まで細かいところから体力に位置しているところまで非常に広い範囲をカバーしておりまして、ビジネスをやっている方でしたらどなたでも学ぶことがたくさんあるかと思います。私もまだ始めたてですけど、経営者として、走り出しましたので、学ばさせていただいたことを生かして、これからできる部下とか、自分にも生かしていって大きくビジネスを成功させていきたいなと思っています。ありがとうございます。